W.S. ギルバートアーサー・サリバン・ギルバートサリバンはビクトリア朝時代、リブレディストのウィリアム・ S. ギルバートと作曲家のアーサー・サリバンが劇作を制作するために組んだパートナーシップ。1871年から1896年の間に2人は H.M.S. ピナフォア、ペンザンスの海賊、ミカドなどコミックオペラ14作を制作した。 セリフを執筆するギルバートは、妖精がイギリス貴族と交際したり、イチャつきは死罪だったり、ゴンドラの扇動が王様になったり、悪事を働いていた海賊が貴族になるなど、空想上のめちゃくちゃな世界を作り出した。ギルバートより6歳、若いサリバンは、作曲を行い、ユーモアと哀愁を兼ね備えた忘れがたいメロディを作り出した。 彼らのオペラは幅広い客層に受け入れられ、長年世界的成功を収め、現在も英語圏で上演され続けている。20世紀の間、ギルバートとサリバンは革新を続け、ミュージカル界の発展に影響を与えた。彼らのオペラは政治論、文学、映画、テレビに影響を与え、ユーモアのある人々によって広くパロディやパスティーシュが行われている。 プロデューサーのリチャード・ドイリー・カーテは、ギルバートとサリバンを引き合わせ、彼らのコラボレーションを支援した。1881年、彼は後にサボイオペラとして知られるようになる彼らの作品を上演するためのサボイ劇場を建て、一世紀以上、ギルバートとサリバンの作品の上演及びプロモーションのためのドイリー・カーテ・オペラー・カンパニーを組織した。ユートピア。 リミテッドのポスター・ギルバートとサリバンのオペラは、ポルトガル語、イディッシュ語、ヘブライ語、スウェーデン語、オランダ語、デンマーク語、エストニア語、ハンガリー語、ロシア語、日本語、フランス語、イタリア語、スペイン語、カタロニア語など多くの言語に翻訳されている。デア、ミカドなど、彼らの作品は、特に、ドイツ語に多く翻訳されている。ザ・グランド・デュークのドイツ語版もある。 いくつかのドイツ語版は、フリードリヒゼルとコウモリやその他のウィーンオペラのリブレティストのリチャード・ジーニーが翻訳を手掛けた。他に、サリワンの知名度が低いオペラ、ザ・チーフティンも、デア・ハウプテリングとしてドイツ語版に翻訳された。ギルバートは、HMS ・ピナフォア、ミカドのストーリーをオペラ作品に含まれていない話を追加して、児童文学、ザ・ピナフォア・ピクチャーブック、 ザ・ストーリー・オブ・ザ・ミカドとして編集した。他の多くの児童書にもオペラの筋書き、キャラクター、出来事などが引用されている。19世紀、最も人気のあったギルバートとサリバンの歌や音楽はダンス音楽として使われていた。彼らのオペラ作品から多くのミュージカル作品や映画が制作された。ありがとうございます。